はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで Y7 さんですね。はい、マルチスポーツソロパックってやつですね、リーフの。うん。グレーディングされてるカードが多分まあ1枚。まあカタログ、あ、これマニングは、マグホもあるのかな？マニングはこう未鑑定ですよね。うん。まあいろんなルーキーカードとかこうね、あったりしてて。ケースは5ボックス。ね。まあお買い求めやすい、なんて言うんだろうな。うん、カテゴリーというかね、価格的な、うん、まあある程度安定してるんじゃないかなという気がしますけど、どうやって開けるのかな。あ、ここか。はい、パカかな。そうだよね、多分ね、袋入ってるのかな。まあいいや、いきます。せーの。あ、マグホだ。あ、マロン。最近サイン珍しいですよね。マロンとストックトンって見ないよね。うん。はい。プリズムのレデンプションとかで、あれ。これ。うん、出た。1枚ですね。去年の、あ、1920だ。あ、なんかいきなり見なくなりましたよね、ストックトンで。マローもあんまり見なくなりました。オンカードある、フローレスとかそっち系ぐらいね。おー、いいっすね、この辺現物だったらね。これレデンプションだったら、あの、ブチ切れますよね。まあ、店長も多分ブチ切れますね、現物で。まあ現物でしょ。レデンプションないでしょ。ユースさんだったら。マグホもあるんだな。まあマグホだからといってこう、ね。うん。状態が悪いわけではない。まあ BGS、PSA とかね。時間かかっちゃうし。お金もかかっちゃうでしょ。ね。いくらリーフの社長とはいえ、値引ける限界があるでしょ。PSA さんとかはね、もうだいぶ前ですけど、ね、1000枚、2000枚とか、3000枚とかで送ると、ウンドルだった。ね、ウンドルでできた。ウンドルで1ヶ月ちょいで戻ってきましたね。うん、はい。ね。おー、いいっすね。うん。はい。ということで。まあ、110円ぐらいだったら、これも1枚1000円ぐらいですから。まあ、日本円で、まあ、日本にね、住んでね、日本円で取引してる、ね、日本国民の方はやっぱ、円に左右されてしまうので、しょうがないですけど。はい。で、発送はまだ間に合うようですんで、今日発送します。なので、明日の、はい、いつもの時間あたりに配達来られるんだと、あ、配達ですね、TSK さんにね。はい、ということで、今日出荷しておきます。またチャレンジしてください。これはこれで。あ、じゃあ Y7 さん。この前のオプティックが GSK さんだったんです。PB ね。Y7 さん。はい。うん、Y7 さん。今から、もう今日は休みモードで。しかも、会計をやってて、もう頭がこんがらがってきちゃって。はい、じゃあ今日発送します。ありがとうございました。